毎度やんです。ということで皆さん、いつもチャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。あなたのそのコメントがですね、すごく励みになってますので、今完全にね、はい、コメントを見て完全に返してるんで、皆さんぜひコメントやってください。ということで本日の客はアジュ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 はまことさん使ってみた動画。今回はですね、なんとプロスピ初登場、ムービーとファスト、ツーシーム両方を持ってる選手使っていきたいなと思います。まあ僕もね、この投手実際使ったことなくて、今からねちょっと練習してから、リアタイで、はい、使っていこうかなと思います。まあグランドオープンしてから変化球がね、はい、なんかいろいろ使ってみたい投手がいっぱいいるんですけど、あの HH 何やったっけな、忘れたけど、あの投手がね、あの当たらんかった、うん、もうスカウトポイント見て、これいっぱい使ったよ。10万何歩か、10万、80万か、80万ぐらいあったけど、今これ当たらへん、マジで最悪やねんけど。では早速ね、紹介の方していきたいなと思います。さあ、このアドゥは誠さんなんですけど、なんぞやと、何者やと、はい、皆さん思っている方いると思います。では早速ね、ちょっと選手紹介の方していきたいなと思います。はい、この投手、ムービングワンズ、スライダーカーブ、縦スライダーに斜めのフォークですね、言うたらスプリームみたいな感じですね。さらにこのツーシームを兼ね備えてます。言うてしまえば、うん、まあ、ムービングワンズ、どっちに落ちるかわからない、まあ、自分自身もわからない、でそんでツーシームを持ってると、うん、ほんまにこれ強いかって、はい、思ってしまったんで、早速ねちょっとこれもね、リアタイで使ってみて、どういう感じで参るのかがちょっと楽しみにしております。実際ねちょっと練習でやりたいと思います。まあムービングパス言うたらこんな感じですね。まあ自分自身どっちに、変化が起きるかがわからない、でこれでツーシーム、うん、これは完全に自分で場所を決めれる、うん、ほんまに強いかこれ、ほんまに強いかこれ。フォークボールはこれもスプリームみたいな感じで多分落ちると思うんですよ。え、さあフォークボールも、実際はあスプリームみたいな感じだ、なるほどな、多分これね、ムービングワーストの方が、これ結論から言わせてもらったら、S ランクであったら、まあ、ムービングワーストが多分おそらく変化量は大きいと思う。でもツーシームはこれいいやから変化量がちっちゃいじゃないですか。だからそこのキワキワを攻めたらもしかしたら強いかもしれない。だから B ランクではぶっちゃけ使われへんかもしれへん。さあマッチングしました、竹さんよろしくお願いします。相手がね、はい、東さんですね。はい、僕ねこれ炎上しました、ちょっとだけ。炎上した話がありまして、東さんと対決した動画がね、はい、昔の方にあったんですけど、まあ僕ってね、はい、プロ野球のことはもう全く浅はかでございまして、東さんのことを全く知らなかったです。はい、そしたらコメントなんかちょっと荒れて、そんなんも知らんの、女プロスピやめろとか、プロ野球の勝たんだとか、お前村林のこと語れとか。まあ僕が一番バッター村林やっていきたいなと思います。相手がね、はい、東さんということをやっていきたいなと思います。まあ、通信持ってるんでそこら辺ちょっと気をつけながらね、はい、村林打っていきます。はい、ありがとう。さあここはねまだね、はい、僕負けなしでございまして、まあここでねしっかりぶち込んでいきたいと思います。はい、ナイスボール、いや強いな東さん。さあこっちへの2引っ張って、オッケー、これは超える、さすがに長打、よしよし、ナイスナイスナイス。誕生日の人おめでとうございます。バースの応援が、はい、ハッピーバースデーでございます。ハッピーバースデーバースー、ハッピーバースデーバースー、ハッピーバースデー、ディアバースデー、ハッピーバースデーバー。さあ、長打系が来たということで、ミート打ちを披露していきたいと思います。まあ、みんなの前で、このうまさを、バージュは誠さんはね、はい、ワンポイントでちょっと今回出していこうかなと思います。まあ、まずはね、ツーシームからしっかり、はい、奪三振ショット来たー、ここでストレート、はい、もうこれは完全三振パターン。ほらで、ここしっかりカットボールを、内角にぶち込んで、はい、来た、奪三振ショット来たけど、ここはあとは誠さんで抑えさせていただきます。使っていきたいなと思います。さあここでね、しっかりムービングワーストをどこだ、
投げよう、どこで投げよう、ここでいいか。とりあえずここでよくて、投げて投げて投げて、うわー、よー見た。そしたら完全に次は入れる、次はツーシーム入れ入れ入れる、よーし取れる、よっしゃー、ほんまに強いんかお前ほんまに強いんかっていうレベルやけど大丈夫。まあ結論から言わせてもらったら、もう球威がないからやっぱムービングワードのツーシームがちょっと生きてこない、うん、非常に生きてこないから、ここへが、うわーマジか。そしてここのムービングワードね、さあどっちに行くかわからないけど、ここでムービングワードもう一発、もう一発ムービングかまして、甘い弱ビーおなんと8選手もエボカーのスピ解放してしまったんすよ。だから今とてつもなく弱い、いやいつも使ってるリアタイメンバーがねちょっと使えないんで、またちょっと時間こけたナイスナイス、さあここ一発ホームラン欲しいな、頼むぞマジでここ一発ホームラン欲しい、ツーシームある、俺はここツーシームを張ってる、